はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いい天気で。いい天気で。今日外で。はい、今日は黒松ですね。はい、まあ、今までやったことない。私も実は今、唯一の黒松ですね、持ってるの。あんなに持ってるの。まあ、持ってるのに黒松は一時期持ってたんですけど、だいぶ手放しちゃって。で、これは個人と佐藤さんがね、長年持ってて、何にも手を入れてなかったんで、もう暴れ放題というか、みんな上上がっちゃってて、結構これ抑え込むのが大変なんですけど、まあ、とりあえず今日は枝の剪定をして、それから、まあ、針金でどんだけちょっと抑えられるかっていうね、いうところですね。で、まあ、時間あれば植え替えまで、ちょっと今時期早いんですけど、こんな風にっていう、またいろいろとアドバイスできることあればと思って、はい、やってみたいと思いますんで。まあ、正面はやっぱここら辺か、ですかね、今ね。で、もしかしたらこの枝、ここは裏枝がこうあるんで、この枝ですね、この枝は、取っちゃうかもしれない、はい、あの商品なんで、あんまりこう1の枝、2の枝とか綺麗にしなくても、あるいは缶抜きとかあっても、多少枝を残しておいた方が、その商品盆栽の場合はまたちょっと作り方が違って。商品なんですか、まあ、商品ですよね、これで頭詰めていけば、まあ、20センチ以下には入ってくるんで、まずは剪定の方からちょっと いきますね。はい、あの、水しても、こういう長いのが1回全体を詰めるという作業をします。流れがこちら側になりますんで、左流れですね、これがぐーっと下がってきて、まあ、こっちは多少長めでいいんですけど、こっちを詰めなきゃいけないんで、どんだけ、まあ、小さく追い込めるかっていう、そこが一番課題ですね。ここですね、一番問題は。それと頭がこんな風になっちゃってるんで、取ってできるだけ押さえて、で、枝数がね、やっぱりこれもそうなんです、ここら辺がガランドになっちゃって何もないんで、ここら辺をどう埋めるか。これですね、これを、そうですね、小さく詰める、これを押さえる、この穴をどうするかと、これが3つ課題ですね。とりあえず長いのからどんどん詰めていっちゃうか。結構古そうですよね。 古いですよね、こんだけ肌がね来てるんで、多分本当に何にもしてない期間が長かったと思いますね、これ。じゃあ、こういう模様着みたいなの、ひるまさんやるのあんまり。ああ、そうですね、厳しいとかね、文人とか多いんで、いわゆるもう本当の、なんていうんですかね、本筋っていうか、はい、黒松の皆さんやりたがる形ですよね。やっぱりね、赤松とか好きなんで、黒松はね、だんだんやらなくなっちゃったんですけど。そうなんですね。昔は結構持ってたんですけど。結構やっぱ盆栽のイメージで黒松がやっぱ強い気が。そうですよね、まあ代表選手みたいなね、とこもありますんで。こういう太い枝ですね、今取っちゃいますね。はい、まあ、黒松の中でもこれでも破傷はね、いいというか、多分何もしてない割にこんだけ短いってことは、そういう症なんだと思いますね。そうですね、短いですね。短いですね、あの、多分単養法っていうやつはやってないと思うんで、あ、ですね、赤松もそうですけど、やっぱり御用はね、当然発症っていうのは重要なんですけど、黒松とか赤松もこう伸びない発症のものって結構あって、赤なんかはね、結構本当に、よく長野の方の、いい発症ってあるんですけど、目切りしなくても全然伸びない、そういう発症もあるんで、やっぱ葉が短い方がいいとされてるんですか。そうですね、そうですね。で、特に赤松はね、やっぱり多少葉っぱ伸びても柔らかい作りなんで、いいんですけど、黒松はやっぱりあんまり、これ特に商品なんかだと大きくなっちゃうんでね、いかに葉っぱを抑えるかっていうのはテクニックだと思いますね。あと頭もとりあえずちょっとこれ取りますけど、場合によってはここから全部、ここから取っちゃうかもしれない。ここ全部間延びしちゃってるんで、こっちに頭を立て替えれば取りたいぐらいなんですけど、一旦ちょっとここで切って、これだけ取って、これですね、これが枝3つあるんで、どうしようかってあるんですけど、まあ、普通はね、こう真ん中取りなさいよって言われるんですけど、まあ、ここ節が短いところで、ここはちょっと長いんで、ここですね、はい、はい、これだけこう外に出ちゃうっていうのがあるんで、この場合は外、はい、取ります。これですね、はいはいはい、ここ辺枝ごちゃごちゃっとしてるんですけど、この距離短いところにこれ出てて、なおかつ間延びしてるんで、で、取るっていうことですね。真上に出てるやつですね。真上ですね、はい、これですね、はい、間延びしてなければね、考えるんですけど、はい、これでじゃあ一旦作ってみて、針金かけしてみたいと思います。お願いします。はい、これはですね、黒松、まあ、やっぱり肌がね大事なんで、
この霧吹きをやっておくと肌を守るためですよね、うんはい、これで少しあの肌をなじませるというか柔らかくするというかそれによって、まあ、針金をかけてもポロポロ取れないようにするっていうんで、うん、まあ五葉松とか黒松とかですね特に五葉松なんかはこういうのをやっておくといいという、うん、まあこれも都市伝説かもしれませんけどということで、はい、ちょっと柔らかくしてあげるってことですね、はい、で、導線は12番ですね12番これもかけるときどうかけるかまあここ正面針金来ちゃうんですけど、はい、これをこういうふうに曲げたい、うん、それと下ろしたいっていうことなんでやっぱり小白なんで針金がこの上に入ってくると、はい、これ上に入ってくるということとこちらにねじりたいっていうことからまあこちらの場合はこの反時計回りですねに巻いていくという構想ですねこれをも上に入るこれが下ろすのが今回の一番の問題なんで必ず針金が上に入るんですけどまあこれだと一周こちら側から一周してきてここから上に入ってくるとはいいう感じでかけてみたいと思いますでやっぱりこうですね こっち方向に太さ下がるんですいやだからね本当は植え替えしないんだったら下から針金で引っ張りたいぐらいなんですけ どこれをねあの植え替えするとなるってくるとそういうわけいかないんで、とりあえずここまでかけていったら反対の、12番太いんで、はい、この商品にしては隙間が空きがちですけど、まあ、できるだけねきちんと下げるには隙間がないように、はい、ないようにじゃないですね紙1枚開けるんですね紙1枚はい紙1枚開けるとうんこのあれですね針金と思ってですね、はい、ここねだいぶ下がってきましたね、うんはい、ちょっともう一本かけますねはい、やっぱ昼間さんにコメントが、ええ、あるんですか昼間さんいいキャラの盆栽おじさんだなおじさんだなお兄さんですよそれも思った、おじさんって言われちゃうんだ、盆栽を楽しんでるのが伝わってくるし教え方も分かりやすい、はいはい、ありがとうございますありがとうございますそうですよねこれ私答えられないんでね、うんコメント来ても見て気にはなってんだけど人気者ですよありがとうございます、うん、黒松、ええ、時期的に針金かけちょっと遅いぐらいなんですかいやいいじゃないですか今まだいける、ええ、まだいきますね、植え替えは植え替えやっぱり3月中旬以降がいいですよね、うん、だから今日なんかだと えらい早いんですけどねえらい早いんですけど参考になってくれればということで、だから、ね、この後はまたあれですよね、少し保護してあげないと、心配ですよね。一般のお家だったら、室内とかの、でね、あったかいところに置いちゃダメなんで、寒いところに置かないっていう。なるほど。だからうちで言うと例えば玄関とか、日中暖房つけないんだけども、日の当たる部屋とか、暖房は絶対ダメなんで、はあ、過保護でね結構やっぱりカラスっていうのは冬場部屋入れといたんですよっていう人がいて部屋はいいんですけど暖房はダメですからなるほどそんな過保護にする必要ないんで自分が寒いから暖房をつけてるそうですけど、暖房の ない部屋ですよね、うんそこに置かないとダメですよね
結構いるんですよ、盆栽相談デーとかで、うんうん、持ってきてなんか黄色くなっちゃったんですけどって、うんうん、でどこ置いたんですかって言ったら、かわいそうだから家の中にずっと置いといたって、うんうん、ね、愛情持つのはいいんですけど過保護はダメだってことですよね、うんうん、ちょっと耳が痛いですねいや枯らしますよやっぱり盆栽は、うん、しゃあない、うん、玄関か、そうですね、玄関あたりが、あるいはね、まあ日当たんないんでね、玄関がいいってわけじゃないんですけど、うんうん、保護するって意味で、あともしかしたらお風呂場なんかいいかもしれないですね、湿気があってね、あ、うん、湿気はやっぱあった方がいいんですか、湿気はいいですよね、あ、まあ、冬乾燥しますからね、だから私なんかも長期家を開けるときは風呂場に置いときますね、はい、例えば夏とか何日間か家を開けるときに風呂場にみんな取り込んで置いておきますね、水張って、ドブ漬けじゃないですけどね、窓はあるんですかお風呂に、あー、もうないですね、なくて大丈夫ですか、だからもう暗いですけど、とりあえずじっとしててねって感じですよね、光合成しないですけどね、とりあえずこれで2本ですね、はい、はい、で先端に行くとこういう太いところに掛け渡しをして、こっちもそうですよね、2つ掛け渡しをしてというところですね、あとこれも一応かけておきますね、これも下げるんで、うん、ここですね、ここは特に下げる必要もないんで、はい、幹からここにかけるんじゃなくて、枝と枝だけをかけるようにします、うん、はい、でというのはあと本当はこことかけ渡ししてもいいんですけど、これ取る可能性があるんで、うん、こっちは、はい、なんでこれちょっと残しておきますね、はい、はい、もしこれを使うようであればもう一回これとこれでかけるようにします、うん、はい、はい、とりあえずこっちかけますね、これちょっと先ほど言ったら分かんないんで、うんね、これをじゃあ曲げていきますね、うん、はい、でも大根3回じゃ高いなと思ういや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 、でもあれはちょっとね、こっちの方が良かった、じゃあここです、よっ、これは前からだったな、これ花咲いてたことだ、下げながら少しこれですね、うん、下げながら少しこちら側へ寄せ曲げていくと、はい、こうですね、そしてこれだな、この行き場がないな、取っちゃうか、取りましょう、上ですね、やっぱりね、この間延びがダメですね、うん、ああ、ただ一応将来があるんでこれだけ取っときますか、この上で、はいはいはい、取って当然将来使うかもしれないんで、うん、とりあえずこんな風に付きましょうかね、はい、はい、かな、まあいらないな、いらないなと思いながら、うん、ずっとやってるんでやっぱり取りますね、取っちゃう、あら、まあこうね、近くにこうあるっていうのもあるし、うん、ここら辺はこれをこっちに持ってきてカバーできるんで、はい、はい、ということで、はい、一応ね、爪人って言って、はい、こういう短い人をつけるんですね、うん、はい、でこの辺を少しカットして、ちっちゃいやつですね、はい、はい、はい、じゃあちょっともう一回、はい、一応ちょっとざっとですけど全部針金かかってないんですけど、はい、こんな感じで、うん、ちょうどこれが裏になるところらへんが正面ですかね、はい、はい、こんな感じで、まあこちら流れですよね、こちら流れで差し入れた、うん、まあこの段はどっちが上か下か、まあ2段にするんで取れ下げましたけど、はい、これをできるだけこっち側に寄せたって感じですね、とりあえずこれで植え替えにですね、貼りたいと思いますんで、はい、で鉢をちょっと見てみましょう、鉢の候補が今ここに3つあるんですね、まあできればこういうなでかくはちょっとやめた方がいい、まあ大きいですねこれね、うん、こう見てね、もう一つの候補はこれ大きさはねいいんですけどね、ちょっと浅いんですよね、なるほど、浅い、でこれはね北斎っていう葛飾、
葛飾じゃない違う、はい、いい鉢なんですけどちょっとねおしゃれすぎちゃうんですね。やっぱ黒松のこれだけ太さがあるんでそれだけのやっぱり鉢も深くがっちりしなきゃいけないんで、うんうん、入ればこの鉢あー合うなこれだな、うん、はい神道ですかね中国の鉢ですよね。お値段がお求めやすい。いやわかんないです聞いてないけどこれがいいよって言われてこれがいいよって言うんでとりあえず入れちゃってからもういないのお金で払うしかないんですけどとりあえずこれに植え替えてみたいと思います。わかりました、はい、最初にあのよく抜いちゃうんですけど、うんうん、あの鉢の固定鉢の固定じゃないあの針金の固定ですね準備止めるやつですね。はい、はい、これだったら 1.5 ミリぐらいでやります。でこれねいろんなやり方あってこういうふうにこの字型にこういうこの字型にですよねやってこう刺して、下で止めるという、はいはい、まあ一般的な方法もありますし、はい、小鉢なんかですとねこういうやる人もいるんですよね。ここからやっていくと止めがいらないんですよね。このままそのまま針金としてあの丸い小鉢なんかよくやるんですけどね、はいはい、あの小さい鉢なんかのお尻にこうやってやって、うんうんうん、こっちからやる人もいますしといろいろあるんですけど我々がずっとやってるのは結構ねこれできない人がいてそうなんですよ困ってね知恵の輪みたいな感じなんで、うんうん、慣れると簡単なんですけどこれ上から下にでこっちは下から上にで、やるときはこの鉢の隙間ですよねこの隙間を開けてでこの横の針金の上にこう乗っかってくるようにしてこうするとでなんでこういうふうにするかっていうとこれで網を押さえるんですね。はいはい、はい、これで、この網を押さえるとですねでこれでこう横にしてでこれによってこの網がね、はい、あの押さえやすくなるっていうことですね。いろんなやり方がありますありますありますよ、ね、うんでどれでもいいんです別に、うんうん、はいいいですね。この鉢はここがねへこんでて水はけが外側に行くようになってるんですね、うんうんうん、これは、ま、そこそこあの作りはちゃんとしてると思います。まあ、落管がある場合はね、落管がこう名前が見える方向、はいはい、まあこれでいうとここに落管が一応あるんで、うん、まあ こちら側が正面になるかなということですね、はい、そこでねじる人もいますよね。ああそうなんですよね、ここでね、あここでね、こうやって U ターンしてね、うん、はいはい、それもまた、うん、丁寧なやり方ですよね、うん、要は止まれば大丈夫、止まればいいってことですね、はい。で、固定するのは、うん、これぐらいで同じ 1.5 でもいいですしこれは多分 1.2 ぐらいだと思うんですけど、はい、でこれも、だいたい真ん中辺を目安にして、ここに2つありますんで、はい、2個ですね、うんはい、この横の穴を使うんですね。横の穴を使いますね。はい、これがない場合は、はい、その鉢底の穴 で、 そうですね、この鉢底の穴使いますね、はいはい、でこれも別に横に使ってもいいし、うん、構わないんですけど点にこう見た時に、まあ、この方が見づらいかなと針金が、はい出ないかなということでこうします、うん、でこれは、四隅に添えてですねするとこんな感じですね。これは赤玉土に桐生が入ってますね、うん、当時園でよく使ってるですね。これをこうさーっと入れて少し真ん中こう山にしておきます。でこれが流れがこちらが左流れになってるんで、この鉢の、真ん中よりちょっと左側に植えますんで、はい、左に山ですね、富士山を作ってて、うん、この上に乗っけるよと、はい、はい、これを吹くんですけど、これいつぶりか分かんないってことですよね。いつぶりか分かんないですね、あの開けてびっくり何が起きるかよく分からんという、うんうん、あ取れましたね、取れた、はい、そんなパンパンに詰まってる感じじゃないですね、うん、この鉢の大きさに合わせてなんで、まあ、前後はかなりきついですよね、かなり、はい、これ入るかな、でもちょっと待ってそうですね、目いっぱいなんでちょっと
落とすようになります。それで、あの箸もですね、いろいろあって、これですね、竹、これはね、最近よく使います。あの盆栽の美術館だとか、あの大宮の盆栽町の園なんかでもよく使ってますね。非常に使いやすいですね。昔はこういう箸のやつを、あのお蕎麦屋さんの箸とか、はい、竹の箸ですよね、ちょっといいお蕎麦屋さん行った時は竹の箸見つけたらもらってきた方がいいんですけど、まあ実際にはこれとこれなんですね。これはですね、うちの近所の焼肉屋さんで、これいいなと思って、ここの園の先生が特許で出した、はい、ジュラルミンで作ったメーカー用のこう箸があるんですけどね、それに似てるんで、硬質のアルミもしくはジュラルミンだと思うんですけど、まあ、ジュラルミンもアルミの一種なんですけど、これはすごく軽いし滑るし硬いしということで、刺したりするときに使いますね。だからこれで大きくやるときは最初使いますね。でこの辺はそんなに、結構でも危険だな、これちょっとやばいからね、あれ意外と植え替えをしてたのか、してたんだなって感じですよね。ちょっと回っててるこういう根だけ少しさばいてですね、植え替えの時はね、このハサミを使います。これはまあ、あのステンレスで、そんなに高くない。でもこう砂利なんかを一緒にこう切っちゃうんで、普通のいいハサミだともったいないんで、硬くて安いハサミがおすすめと。これちょっと思いのほか、結構柔らかかったんで、本当はですね、大きい盆栽なんかだとこういうところにこう、針金を回すとここの上に出てきちゃうんですね、でそうすると干渉上良くないと、あの縛る時にこうなっちゃうんで、こういうものを刺しといて、でそこにあの針金をかけてあげて、でパチンと切ると、いうことをやるんで、でまあ商品盆栽用にいいのないかなと思って昨日見てきたらこういうのがあったんで、使えるかなと思ったんですけど、今日は使う必要がないですね。これは竹の爪楊枝、竹の爪楊枝ですね、こういうものをこう刺しといて、で2本ですね、こっちも刺しといて、でそこに針金をかけて固定してから、これをバチンと切っちゃうと、いうことで、あの固定する方法があるよと、いうことですね。一旦入れてみましょうか、はい、結構ねギリ立てたんですよ、ね、またね、あ入るかなって感じですね。ギリギリだな、飾り用ですね、これね。ギリギリですね。ですね。でもすごいですよね。そんな少ない土の量で育つんですもんね。っていうことですよね。ああ、結構厳しいですね。ギリギリ。ギリギリ。ギリギリですね。ハマるか、一応なんていうかな。ちょうどいいねっていうか、小さいねとは言わないと思うんだよな小さくても。で、極力向こうですね、向こうへ押すようにしますね、本当だな、展示会用ですねこれだとね鉢ちっちゃい方が、ね、そうですね、際立つというか、際立ちますよね。木にとっては、苦しいですからねましてやちょっと今早いんでね、時期が。そうですよね、ちょっと気をつけなきゃいけない。少しこっちも入れますね、はい、それで少しこれね、それも人によってやり方違うんですけど、ザクザクやると落ちちゃうんで、指を添えてこの隙間でこういうふうにやるようにしてます、上の方だけちょこちょこやってもしょうがないんですね、下の方が根が崩れて、その隙間に入れなきゃいけないということなんで、入っちゃいますよねこれね、俺がもうよく言われるのは、その箸の先端に目があると思えって、これ後で漫画の目がここにつけてほしいんですけど、要はそれぐらい、その箸の先端に神経を集中させて、どういうふうに土が入ってるかどうかを感じろっていうことだと思うんですけど、
うん、橋の先端に芽があるように。で、あ、そういう、目だと痛そうですね。目だと痛そうですね。目はね、こう見るような、見るようなっていうことですよね。水の中でも目痛いのにね。そうですよね。土の中でられたらちょっと痛いですよね。これツンツンをツンツンでいいのかわかんないですけど、ツンツンでいいですね。ツンツンを怠ると根の中に空間が空いちゃうから、そうですね、土が入っていかないんで、根が栄養吸収できない、できない、そうですね、せっかくだから苔にしましょう、苔を取ってみましょうか。日ごけがあるといいんですよね、白いね。日ごけ。あ、当たった当たった当たった。まあ普通の苔なんですけど、苔も種類がいくつかあるんで、あんまり苔足の長いのは、うん、でも写真写りが良くなるように。バイオ。どうしました？できた？ああ、ちょっとかなりちっちゃかったですけど、強引に入れました。今のお客さんも。いいですよ。大丈夫ですか？バッチリですか？ただちっちゃいですけどね。ちっちゃいけど、要するにこのぐらいコンパクト。じゃあこれを見たらどうですか？もう上ちょっとですが。みんなちっちゃいのいっぱいありますよ。ああ、大きさがって意味ですね。大きさ見てください。はい、こんなちっちゃいなったでしょ？これこれこれ。こんなもんだって。そうですね。見てくださいよ。これ、はい、こんな細くなってですね。これで普通じゃ植えない、入れないでしょ？はい。これでも間に合っちゃうんですよ。はい。美術館にある清流みたいですね。ほら、これは普通昼間さん植える、これ、ね、いやちっちゃいですね。ね、はい、だから違和感がなくなっちゃうんですよ、はい、これ、はい、ずっと持ち込むと。そうですね、うん、普通じゃこれね、はい、見ないでしょ。そうですね。そうするとあれがあれでも、はい、今のところはさ、ちょっとちっちゃく見えるけど、ギリギリですね、うん、まああれでね、まあはい、やっても大丈夫だと思います、はい、その方が木が大きく見えるんです、ね、あ、そうですね、はい、そういう木が大きく見えるってことをね、歌ってください。はい、あ、わかりました。はい。こちらの大きさは OK いただきました。はい。で、苔はですね、何種類か用意しておいた方がいいですね。うんうん、はい。これが松柏に使うような日苔ですね。はい。はい、日苔と、そうですね、ちょっと毛足の長いやつ。うん、うん。ですからイメージ的に日苔っていうのは一番雑巾には使わないんですけど。はい、松柏林の渋さを出すにはいいんで、うん、まあ少しこう見えるところにちょこんちょこんと、はい、使ってみようかなと。毛もですね、裏面を少しこう削ります、はい、切ります。毛足が長いとうまくつかないんで、うん、それとこれを切ることによって木につけた時に根を伸ばそうとして、うん、はい、行くん で何種類かをこう交互に張っていくような感じで、で、苔をつけるときはですね、ベタッと張るんじゃなくて、うんうん、こう、こんもりこんもり山がですね、ちっちゃい山がポコンポコンポコンってできるように、はい、京都の庭園みたいな形で、こういう指をするんですけど、はい、こういう真ん中を押すんじゃなくて、周りを押して、うん、つけてあげると。こういう粘りは、根は見せた方がいいんで、こういうところは。はい、それを避けるようにして。うん、水、はい、先にやった方が良かったのかなとか。ああ、そうですね。そういえば、そうですね。そういえばですね。はい。そうですよね。はい、まあそういうのも、はい、そうですね。まあ、先多分水あげてた方が、はいはい。そうですね。まあ しっくりくっつきやすいっていうのは。そうそう、苔がと流れちゃう可能性もあるしってことですよ。そうですね。一応言っとかないと。言っとかないとですね。はい。はい、こういうのも何種類か。変わりますよ、苔は。変わりますよね。自然感が出てきますね。そうですよね。ここら辺もこの三角形に乗っけるよっていう、うん、そうですね。でこの辺にこう入ってくると面白いんで、うん、この辺にこうなるような隙間にですね、はい、でこういう根は見せてあげるとですね、うん、はい、苔張りはね結構難しいんですよね、これでも、うん、そうですね、こうやって苔が少しね、この根と根の間に、うん、はい、うん、入っていく感じで、それで、あ、入れるの忘れた。炭を入れようと思ってたんだけど、いや。炭。鉢底に。鉢底にですね、今見つけたこの、そういう炭ですね。炭、うんうん、はい。鉢底炭って売ってますよね。鉢底炭、そう。酸化防止になるんでね、はあ、いろんな炭ってこう、多孔質で穴がいっぱい開いてるんで、うんうんうん、そこに、いろんなものが宿ったりするんですけど、
もう入れてしましたんで入れてもいいですよっていうことですよね。わかりました。であとちょっと綺麗にするのに、ベビーオイルか、これでいいか。はい、じゃあちょっと鉢を拭きますね。はい、油なら何でもいいと思います、これは。はい、油はいいんですか、拭くの。油、そうですね、油をよく使いますね。ベビーオイルとかサラダオイル、たまにうちはサラダ油使ったりする家だと何でもいいんで、まあ、鉢を磨いてね、飾れるような。なるほど、はい、いやもういいですね。ね、雰囲気が、雰囲気が全然いい。どうですかね。うん、いやめっちゃかっこいいですよ。向こう持ってってみます。まあ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 、できてないですか。あと鉢の値段が値段聞かずに使っちゃったんで、鉢はいくらするのかなって、それが今すごく心配ですね。はい、大木感出ましたね。そうですね、まあ棚もねざっくり作ってるんだけど、もうちょっともうちょっとコンパクトになると、うんうんうん、はい、どうでしょう、これでも多分20センチは、商品で使える大きさだと思います。見違えちゃった、見違えちゃいましたね。佐藤さんに見せてあげたいこの URL を送りましょう。送ってね、はい、秋田の方に。値段聞きますか。値段聞いてみましょう1個だけまた おまけコーナーで、はい、今思い出した、土鉢に植えて培養する場合は普通のこういう水苔、うん、まあ、こういうのもできるだけ本当はもう細かく切った方がいいんで、うん、こういう細かくできるだけ切ってあげて、でここに盆栽球さんならではの秘密情報をやるとですね、こういう苔、これをですね実はこの中に入れるんですね、一緒に。はい、でこれを一緒に入れて、例えばこういう状態で、こういう状態で一緒に植えとくと、これも全部苔に変わるんです。なるほど、はい、これ誰かここの新芽の方のが生えてくるってことですね。そうですね、これがね、こう電波するっていうか、電波じゃない、なんていうんですか、これ伝わっていくんですね。なるほど、でどん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 苔になってきますんで、確かに、はい、こういう方法もあるっていう方法ですね。おまけだから、はい、最初にこうやって植えるんじゃなくて、自然に生えてくる。そうですね、ってことですよね。そうですね、自然とした一応、大丈夫だよ、あんた立派にやったよ、これ立派にやった。いや、本当だよ、はい、うん、まあ、じゃあちょっと一回り大きくしちゃうでしょ。そうですね、これでね、向こうで写真撮っとくな、あっちで。あ、そうですね、うん、はい、かんちゃん、鉢と木の写りを、はい、これここで。あ、そうですね、と思ってやった、大きさはいいですね、ぴったりでしょ。ぴったりですね、うん、だから、ほら、こうやって飾った時に見て、向こうで見ると、はい、まだイメージがあったんだ、昼間さん、はい、はい、そうですね、うんうん、ぴったりじゃないですか。ぴったりですね。